調布市剣道連盟副会長、よろしくお願いいたします。気をつけ礼。ただいまより第39回調布市剣道大会を開会いたします。気をつけ礼。ありがとうございました。続きまして宮田隆大会会長よりご挨拶をいただきます。気をつけ礼。本日は、調布市スポーツ協会、常務理事の、八幡様に、ご来賓として、ご出席を賜り、こうやって第39回調布市剣道大会を開会できることを大変嬉しく思っております。この大会は、昨年、3年ぶりにコロナ禍ですね、通常通りの開催でこの場所に、小学生、中学生、一般も含めてですね、全部揃って、3年ぶりに開会式を行いました。ただ今年は、今、集まっているのは小学生と中学生だけで、一般の部は午後の開催になります。でこれは何もね、コロナがまた、ぶり返してきたからとかそういうわけではなくですね、これまで、この大会の出場資格は、5段以下という形に限られておりましたが、昨今ですね、非常に調布の中も6段、7段の講談社が増えてきております。そういった中で、講談社の試合も見たいというような声も、出ておりましてですね、内部大会の企画を担当する理事の先生方が、ご検討いただきまして、今回から、大賞に限り、一般の大賞に限り6段、7段の出場を、可能にするというような形の運用に、変わっております。したがって審判の関係でですね、午前中は、小中学生が行い、午後に一般部を行うという形になっております。ということで小学生、中学生の方は午前中で、終了して表彰まで終わりますが、新しい企画でですね、講談社の試合もありますので、時間が許せばですね、午後の部も見学いただいて、最後の合同稽古までですね、残っていただくのもいいかなと思いますので、ぜひですね、時間の許す限りご参加いただければと思います。で、今日の試合はですね、団体戦です。秋の市民体育祭は個人戦ですが、この大会は団体戦ですので、自分が勝てばいいというだけではなくですね、チームとして、いかに勝利をつかむかということが皆さん方一人一人に求められてきます。そんな中ですね、自分のポジション、それから試合の状況に応じて、どういった剣道をやるかということを考えることも、大変重要になってきますので、よくですね、大会の試合なんかは調布の代表として団体戦で行くということが結構ありますので、そういった経験を積む中でですね、調布の代表として育っていく選手がこの中から出てくることを、期待してですね、出ていきたいというふうに思います。最後になりますが、企画いただきました、理事の先生方どうもありがとうございました。そして本日の審判の労をお取りいただく先生方、係員の皆さん、一日、大変ですがよろしくお願いいたします。応援いただきますご家族の方も含めましてですね、関係されるすべての皆さんに、感謝を申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。選手の皆さん頑張ってください。以上です。常務市スポーツ協会常任
皆様おはようございます。ただいまご紹介いただきました調布市スポーツ協会常任理事の矢畑でございます。本日は第39回調布市剣道大会にお招きいただきまして誠にありがとうございます。本来であれば会長の林が出席するところではございますけれども、所要のため本日私が代理で挨拶をさせていただきます。このところ私が代理で挨拶ばかり大変申し訳なく思っておりますけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。まずは日頃より宮田会長をはじめとする調布市剣道連盟の皆様には調布市のスポーツ振興はもちろんスポーツ協会主催事業へもご理解とご協力をいただきまして厚く御礼を申し上げるところでございます。また本日は団体戦ということで200名を超える参加があると聞いております。団体戦であるとはいえ個人の戦いもありますので、ぜひとも日頃の成果を生かして皆さん頑張っていただきたいと思っておるところでございます。話はちょっと変わりますけれども、来月パリオリンピックが開かれます。その中にですね、当協会の副会長である金子副会長が水泳の日本選手団の団長として就任されました。このような大役にですね、当協会の関係者が選ばれたということで非常に光栄に思っているところでございます。剣道はオリンピックの競技ではございませんけれども、よくよく考えてみますと今までの日本、ちょっと大げさに言いますと今までの日本、これからの日本、こうやって日本を支える精神、礼節の精神を元にした日本の大切なスポーツであるというふうに認識しております。そういったことも今日初めてね、試合に参加する子どもたちもいるかと思いますけれども、ちょっとそんなことも考えて、相手への敬い、そして指導者の方々への敬い、こういったことを忘れずに頑張っていただきたいと思います。で本日は審判の方々、指導される方々、保護者の方々、そしてこの体育館をお借りしている国領小学校の方々に感謝を申し上げるとともに、ちょっとやっぱり蒸し暑いですが、奥ぐらいはちょっと蒸し暑いので、やはり熱中症には気をつけて、また怪我のないようと言われても剣道ですからね、多少の怪我はあるかと思いますけれども、そういったことにも気をつけながら精一杯頑張っていただきたいと思います。それでは一日今日頑張ってください。気をつけて。ありがとうございました。それでは大会顧問の先生方をご紹介いたします。増澤仁先生、小野陽介先生、小林康雄先生、岩原忠先生、どうぞよろしくお願いいたします。それではここでお時間をいただき大会の結果報告をさせていただきます。5月25日東京武道館で行われた東京都女子年齢別剣道大会指の部において、染地剣道会林陽子先生が見事優勝されました。それでは表彰を行いますので林先生壇上へお上がりください。少女ユギノブ優勝林陽子、あなたは第16回東京都女子年齢別剣道大会において当初の成績を収められましたのでご了承します。令和6年5月25日一般財団法人東京都剣道連盟会長芝種道大徳です。おめでとうございます。優勝杯返還を行います。前年度の優勝チームをお呼びいたしますので、呼ばれたチームの代表は優勝カップを持って壇上へお上がりください。小学生の部第7機動隊 A チーム、中学生の部
染地剣道会、あ、失礼いたしました、中学生の部中央剣道会、一般女子の部神代寺剣道会、一般の部中央剣道会 A チーム、ありがとうございました。それでは審判長注意、鈴木審判長よろしくお願いいたします。気をつけ礼、休んでください。ありがとうございます。もうちょっと声出そうか。ありがとうございます。これぐらい元気な声で試合やってほしいと思います。本日の試合は、全日本剣道連盟試合規則並び最速新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法及び大会申し合わせ事項に準じて行います。試合時間中学生2分中学生3分、勝敗を決しながら引き分けとします。同者勝数本数同一の場合は代表戦を行います。代表戦は中学生2分中学生3分で時間内に5勝で時間内に決しない場合は延長を2分ずつまたは3分ずつ区切って行います。以上ですが、怪我のないように日頃の練習成果を十分発揮して頑張ってください。以上です。気をつけ礼、ありがとうございました。続きまして選手宣誓を行います。本日の宣誓をお願いしておりますのは第7機動隊土屋真子選手です。土屋選手よろしくお願いいたします。続きまして、事務局より連絡及び注意事項を申し上げます。まずはじめに本日の救護係を横瀬先生、緑先生にお願いしております。横瀬先生、緑先生ご起立お願いいたします。本部にいらっしゃいますので万一具合が悪くなった方、怪我をされた方はお越しください。それではお二人の方ご着席お願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは注意事項を申し上げます。本日指定された以外の場所には立ち入らないようにお願いいたします。特に学校内のトイレは使用禁止です。体育館のトイレをご使用ください。また学校内は全て禁煙になっております。ゴミも必ずお持ち帰りいただきますようよろしくお願いいたします。続いてプログラムの販売について、受付時に選手団体にはプログラムをお渡ししておりますが、それ以外にプログラムの欲しい方は一部100円で販売しておりますので本部の方へお申し出ください。よろしくお願いいたします。それでは本日の進行確認を行います。
この後、日本剣道型の演武を行います。終了次第、第1試合場、第2試合場は中学生、第3試合場は小学生となり、準決勝まで行います。その後、第1試合場にて決勝戦を行います。昼食を挟み、午後は一般の部、一般女子の部を行いますので、よろしくお願いいたします。また、閉会式後に合同稽古を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、これをもちまして開会式を終了いたしますので、役員の皆様方、ご起立願います。気をつけ、正面に礼。役員の皆様、ご着席願います。続きまして、日本剣道型の演武を行います。選手の方々は